こんにちは、シェフクリエイターのつまきです。動物さんとの幸せ共有体験、シェアズハピネスウィズアニマルズを略してシェアピの楽しさをお伝えするシェアピテレビ。今回は大阪市にあります地方独立行政法人天童寺動物園に取材に来させていただいております。動物園の新しい楽しみ方の一つは、飼育員さんが動物さんのためにどんな選択肢をどんな風に用意しているか知ってシェアピることですので、今回は野間馬さんのハズバンダリートレーニングを見せていただきたいと思います。ハズバンダリートレーニングっていうのは、動物さんの健康管理とか円環で暮らしてもらうためのサポートをするためのトレーニングで、あの人間の健康診断と一緒で体温を測ったり採血したりいろいろなことをするんですけれども、いいのは動物さんを押さえつけたり縛りつけたりしないで、動物さんがいつでも嫌だったらされるようにした自由な状態でやってるってことですね。つまり参加するかどうかの選択権を動物さんが持っている中で、そういう健康管理のあれこれをするように飼育員さんがすごい地道に一つずつ形作ってやっていくトレーニングです。でそれをやることで動物さんと飼育員さんの関係もすごいいい感じになるそうなんで、あのすごくね大変な取り組みではあるんですけれども、おすすめしているところでございます。野間馬さんの福ちゃんの刈り取りを今からやります。飼育員さんの小野さんがやります。福ちゃん出てくるのか、あんな隙間にはまっていたが、お出てきました。福ちゃんバークバークで、福ちゃん毛が長くてかっこいいわ。お出てきた、裏彫りですね。あそこに詰まったものを取ります。これもあの平気の平座でやってますけど、ここまで一つずつ形作って、決してね福ちゃんに無理させず、福ちゃんが選べる状況、いつでもやめたくなったらやめる状況でやってるのが大事です ね。あれ取ってくたらピッて、ね、力づくで持ち上がるわけじゃないんでね、福ちゃんが協力してくれてるんですよ。福ちゃんはどのくらいで裏彫りできるとこまで行ったんですか？もともと固定下ではいつもできてた。前は固定でやっていた。もうトレーニング始めてすぐにできるようになった。まあ本当賢くてスッと上げてくれるのと、あと後ろ足は上げるっていうのちょっと大変やろうから、力抜いてくれてる時だけ足こっちが上げるよっていう約束を決めて。なるほどなるほど。今の状態と上げたらあかんっていうことで。なるほど。足グッてなってる。グッてなってる時は上げたら上げないよっていうちゃんと約束があってのことですな。出た、あの油はもしかして千葉で教わったやつ？いや、あれはまた違う虫で攻撃してる。でもなんだっけ、あれ何のために塗ってるんですか、あれは？あれは、乾いたりとか亀裂入れへんようにするために、あえて油でコーティングしてる。油でコーティング。だいぶ沈めも良くなります。沈めも良くなるそうですよ。もあげてくれる。これ日頃のねケアすることでね健康で暮らしてもらえるので。今の感じですね。後ろ合図。力抜いてるときはやるよっていう、いいよっていう合図。
そういう約束事をね、ロブさんとの間に作っていくのが初トレです。なく、あ、今グッて入った時は言わないよと。先の方にオイルを塗ってますね。この板から降りたらやめますっていう約束。あ、なるほどなるほど。じゃあ、あのもう福ちゃんがもういいですって板から降りたらもうやりません。だから福ちゃんが選べるんですよ。あの、繋いだりしてないんですよ。ブラッシング。あれは何ですか？ブラッシング。ブラッシング。なんか不思議な道具で、これも欲しいものリストでいただいて、ほう、愛用させてもらってます。欲しいものリスト有効。いいな、あれ送った人超使ってますよ。超仕上げますよ。あの金属みたいなやつもブラッシングの道具なんですか？へえ。へえ、砂とかが落ちやすいんだって。馬さん用。そうです。へえ、あんなのあるんだ。不思議な物体。あれこれ、あれ、僕がやってる時より大野さんの時の方が当たりが柔らかいのか、こうやってすごくゆっくりしてくれてあ、僕の時はちょっと下がったりする時あるけど。大野さんもすごいです。すごい、いい感じですね。ふぐちゃんも満喫してる感じですな。嫌だったらね、いつでもされるんで。いいなぁ、ね、うっとり。どう考えてもこういうやり方の方が関係性を築けると思うんですよね。本当にそう、ハズトレはね、飼育員さんと動物さんの関係がね、すごくいい方向で深くなるって皆さんおっしゃるんでね、おすすめですよ。まあすごい手間なんでね、イライラする人はやんなくていいけど。ちょっと福ちゃん次検温だって。はい、やるよ。やろっかな。ツンツンする練習ですね。で、尻で、あと尻に、尻に、お尻に体温計を入れても動じないように一個ずつ形作ってやってます。終了です。何度でした？ 37.32。それは平熱なんですか？そうですね。やっぱ平熱高いんだ。福ちゃんすごいね。余裕しゃくしゃくだったね。そんなギザギザしてんだ、それ。そうなんです。で結構私に当たった時に痛かったから、ちょっとソフトな感じで、はい、ソフトな感じでやると。ああ、なるほどなるほど。